はい、アイバンと言います、よろしくお願いします。こちらが、自分のこちらね、ジャマイカ日記嘘みたいな本当の話を作ってくれた監督の、タミヤ君です。タミヤです、よろしくお願いします。この映画はちょうど2年、まあ、何ヶ月か前にあの第6回沖縄国際映画祭という、まあ、名誉ある、映画祭の中で、特別上映という形でまず最初に上映させていただきまして、で全国で、2年間の間にいろんなところにお邪魔させてもらって上映会を、やらせていただきました。でようやく7月の30、今年ですね、渋谷のヒューマントラストという劇場で、上映させていただくことになりまして、まあ、ここからようやく皆さん の, あの目に、届く、時が来たのかなというふうに思ってます。まあ、この映画に関しては、まあまあ、アイバン、自身の生き様、という部分で、やっぱりまあ何か共感できる部分というのが、たくさんありまして、まあ、僕自身も、まあ、元々はその裏方として動いてた人間なんですけれども、こうやってまあアイバンと出会うことができて、刺激のあるバイブスだったり情熱だったり、まあ、突き進んでいく精神力みたいなものを学ばせてもらって、で気づいたらこうやってあの映画という、大きな舞台を組ませていただくことになりました。まあ、本当に感謝してもしつくされないんですけれども、もうやっぱりアイバンという人間がこれからもっとどんどん皆さんの世の中のこう目に届くんじゃないかなと思いますので、ぜひ注目していただきたいと思います。はい、この映画はですね、自分が本当たまたまダンスを始めて、ジャマイカでダンスを始めたんですけど、ダンスを始めてもう間もない時から、カメラを回して、そのカメラっていうのが、デジカメで撮ってるんですね。でデジカメで撮ってるカメラの理由が、そのゲトースラム街のことをジャマイカからゲトー地区って言うんですけど、ゲトー地区ではちゃんとしたカメラ機材を入れて撮影すると、まあ、大金を取られたり、危ない目に遭うことが多々というかほぼ、危険な目に遭うんで、まあ、隠し撮りというか、デジカメでしか撮れない、ジャマイカの裏側っていうものをこうしっかり抑えてるんで、それが映画になるっていうのがちょっと自分的にはこう大丈夫なのかなと。映画館である映画が例えばデジカメで撮ったちょっとこうクオリティの低いのだけど大丈夫かなっていうのが不安だったんですけど、その沖縄国際映画祭で出る2日前3日前ぐらいに、吉本興業の大崎社長と、話した際にですね、大崎社長がデジカメで撮った映画なんて世の中になかなかないぞ、逆に今はお金をかけた、カメラでお金をかけたからクオリティが高いから、いい映画っていうことではないと。だからそれがなんか逆にこう自信になったというか、こうなんていうんですかね、まあ、自分の色というか、それでまあ自分の仲いい、俳優女優陣に、何人かに見てもらって、でそれで帰ってきた返事がすごく感動したとか、すごい良かったっていう、なんか生々しい映像が良かったっていうことを言ってたんで、みんなが想像してるジャマイカの、陽気さだったりボブ周りだったりウサインボルトっていうイメージかもしれないですけども、そうですね、この映画を見てジャマイカの表、そして裏、そして斜め、そして後ろ、もう全てのジャマイカの角度がこの映画には全部詰まっております。なのでジャマイカに行ってみたい、ジャマイカにちょっと興味がある、レゲエにちょっと興味がある、ダンスに興味があるっていう人、そしてまだ迷子な人、見つかってない人、将来何やろうか、若い子でも40代50代でも、もしかしたら自分が好きなことをやって生活をしてない人が多いと思うんで、一生に一回です人生は、自分の勝手な解釈ですけど、生かされてる人間イコール好きな仕事をやってない人、生きてる人間イコール好きなことをやって毎日楽しんで生きてる人っていう解釈を勝手にしてるんですけど、生かされてはダメです、ロボットじゃないです、しっかり、人生一回なんで地に足をつけて生きていきましょう。なぜなら明日死ぬかもしれません、そして俺も今死ぬかもしれません、今死んでもいいように人生を楽しみましょう皆さん。それを分かる、映画になってるんで、ぜひ、この
このタイミングで今上映中なんで見に来てください。よろしくお願いします。東京ボーダーレス TV。